なんだ。なんで9月23、ほえー、ラブレターの日は見たけど、なんでキスの日。お、生誕当たったけど昼も外れた。ありゃありゃありゃ。でも一般投げたら当たるパターンとかじゃないかな。みんな当たった？花だれ公園当たりましたか？こんばんは。お腹が鳴る。こんばんは。今日は黄色パセリです。今日めっちゃ髪ね巻き直したのにもう取れちゃった。当たった。お、待ってるよ。昼当たった方も夜当たった方もいる。イエーイイエーイイエーイ。そっか、日曜日だから結構来やすかったりするのか。よろしくお願いします。皆さんお願いします。お腹が空きました。今日ハングリーだよ。大人っぽい。ここかな、襟の形かな。楽しみだね生誕。スケモンさんバラありがとう。こんばんは。皆さん足筋のお便りも送ってんね。お腹空きすぎているね。この後食べるよ、ちゃんと買ってきたからね。お刺身です。今日は業務スーパーに行ったんですよ。お刺身を買いました。カズノシンさん指ハートありがとう。僕はお腹いっぱい。何食べたの？これお腹が鳴ってる。今日は寒かった。え、今日暑かったよ。めっちゃ超暑かったよ。ハマチです。刺身は。私はハマチが大好きです。お疲れ様。カレー食べた。いいね。待ち受け全部3期だった。あら、覚えるいい機会だ。覚えてみてください。こんばんは。東京寒いの？そうなの。広島めっちゃ暑かったよ今日。超日が照っててね、超暑かったですよ。ほうほうほう。あ、ジャンボチキン買った。あの高カロリーなやつか。超高カロリーなソースがかかってるやつか。親子丼を作ろうとしてるけど布団から出られない。それは食べずに寝たら痩せるよきっと。でもちゃんとご飯を食べることは第一、第一だよ。私は前髪を切らないといけないね、そろそろ。アレルギーでさ、肌荒れがすごくてもう困ってる。いい加減にしてほしいです。アレルギー。とんかつバーガー、とんかつバーガーすごいね。とんかつとバーガーの出会いはすごいね。こんばんは。あ、ヤンマガウェブも見てくれましたか今日も。黄色の服に似合う。やったやったやった。でもこれね、生地がさ、冬、春冬って感じだから多分今日で気納めですね。暑かったです。暑かったよ。シェイクうどん、あかりんさんが食べてたやつですか。あかりんさんが食べてたあれなの、もしかして。いいよねあれ、美味しそう。何味がおすすめなんだろう。全部美味しそう。サラダが入ってるあのでっかいやつがいい。2種類だよねサラダ入りは。キヨ兄さんリッパーありがとう。わわわさんお疲れごくありがとう。こんばんは。お、チョコモナカジャンボいいね。チョコモナカジャンボ。安部屋さんリップ10個ありがとう。カズノシンさんにありがとう。あら、花だれ公園落選。
落選なの？じゃあマイカーだな。やっぱ梅おろしが安定な味でうまい。おー、梅おろしも美味しそうだ。りょうたさん、リップありがとう。黄色いい？似合う？黄色買ってみようかな、これから。私今青にハマっとんよ。青い服はね、着たいなって、いっぱい着たいなと思ったけど、黄色もいいかな。シャスシャス、うっす。シェイクならシャックがいいな。それはもうナゲットかポテトだな。からし色なのかな、これ。なんかね、これはこの前ね買ったんですね。冬2月か3月ぐらいにこれ買ったんよ。でね、買ってタグ切って、わ初めて買う色味だからドキドキするなとか思って洗濯機に入れて回したら、ここがビヨーンって伸びて肩回りで、袖もなんかすっごい伸びてビヨーンって、裾だけ縮んですっごい不格好なんです。まあでもそういう服最近流行ってるじゃん、袖だけ長くてここのお腹のところ短いみたいな。だからまあいっかと思って思ってはいるんだけど、でもなんかね形がね変なんですよね。ほら本来これがさ、ここの形はさ、わかる？この土の子みたいな形じゃないですか。これはきっと手首にあるはずだったんよ。でも伸びてるからさ、燃え袖だけどなんかね変なの。ゆうたくん、リッパーありがとう。山猫坊主さん、リッパーありがとう。10個消すまでに読めました。でもソラファさんも読んでた読んでたよ。ゆうたくん、お断りです。13個、13日の金曜日、こんばんは。まこばやさん、ハートありがとう。そうだからまあいっかと思って、お母さんがこういう服結構着るんですよ、こういう色味。だからお母さんにね、お下がりしてもいいやと思って挑戦して買ってみたんですけど、伸びちゃったから自分で着てる。知ってるんだ、若いのに。若いのに何？何を？何お題？お仕事終わらせてお仕事しに来ました。お疲れ様、今日も偉かったね。偉人間だね。皇帝ペンギン、ありがとう。ペンギン、売れペンギン、嬉しいコアラ。13日の金曜日の映画、うん、見たことないですよ。乃木坂さんの歌にあるんですよ、13日の金曜日。こんばんは。ドゾタウン、いやわかるよ、服ね緑ばっか見ちゃうよね。ひろっちさん、唇チェックありがとう。見られた、見てた。私が教えたわけじゃなくて勝手に見てましたよ。こんばんは。マリオとメガのめっちゃじわる、え、あれ好きですか？あ、ポッター平井さん、あ、お願いします。1年ぶりぐらいの下北 FM、 よろしくお願いします。よろしくお願いします。でも今ねアレルギーで喉が荒れてて大変なんですよ。ちゃんと喋れるかな。頻繁に咳が出るんですよね。今日もね朝からあのお仕事で喋る系のお仕事だったんですけど大変だったわ。薬もらったからちゃんと飲んでおりますが、アレルギーって本当に嫌だ。
消しゴムマジックで消しちゃうのさ。本当に下北 FM 明後日です。木曜日だよ、木曜日。そうよ、高崎綾子、誰かが書いてました。なんか言いたくない子もいるかなと思って書かずにいたけど。和之進さん尊い、ありがとう。1年9ヶ月ぶり、そんな空いてました。わあ、びっくり、びっくり、びっくりね。アレルギー消してほしい。アレルギー検査また行かんといけん。1年9ヶ月ぶりは結構、結構、結構ね、結構ですね。前回なんかアイス紹介した気がします。私おすすめのアイスはっていっぱい紹介した気がする。もしかして、え、お水木さんと出たのが最後かね。もしや、もしや、そう、アレルギー。メロンのあそこさん、唇10個ありがとう。こんばんは。ピノが79円、安っ。どこですか。パスのピノ食べたいな、食べたいな。こんばんは。やあやあ、これね、ガサガサなんです、相変わらず。本当にもう困っちゃって、困っちゃって。水分も取ってるし薬も飲んでいるので皆さん安心してください。病院も行ったので安心してください。ひげメガネさん、レインボースター、カジノフォンテンさん、お断りです。お、800回目の訪問ありがとう。いつも見てくれて、これからも気が向いた時にでも見てください。もう髪巻いたのにもわもわしてる、やだよ。ああ、お腹が鳴っちゃったみかんさん、回復薬ありがとう。これ可愛いってなったパンの写真あった。どれだろう、どれかな、何かな、教えてけろ。和之進さん、回復薬。陣内さん、アイスありがとう。パシャ来たよ、やあやあ、来てくれてありがとう。お疲れ様、今日もお疲れ様だよ。そう、ちゃんと病院行ってるから。でもさ、なんか今日のねお仕事でもそうだったんですけど、どうしても喉が痒くなって咳が出るんですよ。何かしらのアレルギー、アレルギーが何かが分からないから対策しようがなくて薬を飲むしかなくて、でそれをさ一回一回説明せんと不安になるじゃん、周りの人も。えみたいな、もしやみたいななるじゃないですか、ご時世。まあ今はだいぶ落ち着いたとはいえさ、コロナかなみたいななるじゃないですかそれが申し訳なくて。この前もね、あの路面電車乗ったんですけど、なんかさ席我慢しようとすればするほどさ、なんかすごいの出るじゃん、なんか苦しくなるじゃないですか。そういう時にね、なんか申し訳なってなる。返信は見る、見るね、ありがとう楽しみにしよう。どうございます。ねえ、消しゴムマジックしてほしい。こんばんは。そう、リオツンとノアピね、早く良くなるといいけど。明日、え、明日公演ですか、もしかして。明日
明日チャートリだよね。もしや研究生2人、わお、味見とくるくる。そっかそっかそっか、チャートリ、くるくるはチャートリも出ます、もしかして。頑張れ、デザイズハートさん、リップありがとう。あ、黒み、黒みね、二人はなかなかないかもね。いろいろ覚えること、大変だ、頑張って。二人ってあれも出ますよね、京都のやつ、京都の12人のイベントも出る。この前レッスンしてた、昨日かな。山崎さんリップ、黒さんリップありがとう。本当だ、目が4つあるね。あ、違うよ、目が6個ある。この骸骨も目あるから6個です。ちなみにこれは目じゃない、これは首の周りのなんかあれだ、頭巾です。これはこれをかぶって。こんばんは、ドキドキだね。そうそうなよね、 2.5 期生って何でもできるからさ、なんかさね、そうなんよ、みんなさ、この前のくるくるの急遽センターポジションで出演した公演の時とかもさ、心配とかじゃなくてもうできるって思われてるから、さらにそれがプレッシャーとかならないかね、心配ですね。だって緊張はするじゃん、だってさ、まだ十何歳とかだよ。ひゃー、すごいよね、すごいよ。こんばんは、来週は私が公演です、頑張るぞ。ノアピも良くなってるかな、その頃、また一緒に出ようね。ね、有能、すごい、本当にすごいですよね。だってまだ入って1年ですよ、入って1年でこのステージ数ですよ、やばない？普通にNo.5 期生、みんな3期3期って言ってるけど、 No.5 期生のことも2期生のことも1期生のこともドラフト3期生のことも見るんだよ。こんばんは、ね、私すぐ緊張しちゃうから。お、ブルーライブ、ブルーライブ当たってる方結構多くて嬉しい。よさなこさん、お断りです。9個お断り、お見舞いします。ボンボンボン、2期をメインで見てます。イエーイイエイイエイイエイ。パシカパシカ、箱押し、箱押しも良い。6月4日来る方、宇品でのんびり黄昏れてください。お、100回目の訪問、イエー、ありがとう。100回目、お祝いにアイス食べてね。初めて広島行くの？え？何食べちゃう？じゃあパセのおすすめ教えよう、いっぱい。今からじゃあパッと思いつく、もう定番のグルメ食べた方がいいね、初めてなら。いろいろおすすめあるけど、もうド定番を食べた方がいいと思います。こう書くのがいいよね、きっと。言葉じゃ伝わらないものがあるよね。じゃあみんなもなんか定番よ、定番。まずもみじまんじゅう、
揚げもみじ、はい、もみじまんじゅうを揚げたものが揚げもみじです。こちらは広島駅の1階にあります。ちなみに私のお母さんはあの揚げもみじをあのねオーディションの帰りに一緒に食べたんですね。でその後に一人で来た時に食べて帰りたかったけど駅のどこにあるか分からず見つけられず食べれなかったそうです。でも安心してください、すぐ分かります、すぐ分かりますので安心してください。スーパーがあるんですけど駅に、そのスーパーの方に向かえばあります。安心してね、私のお母さん方向音痴だから。みかんさん唇ありがとう。あ、八朔大福はあのおすすめ、八朔大福はこの前県民賞で、先週の県民賞で紹介されました。私も大好きです。でもいろんなメーカーがあるらしい、八朔大福でも甘夏の大福も美味しい、また違うんですよね。はい、あー飛んじゃった、すいません、ゲホゲホタイムでした、すいません。私大丈夫かな、あさって下北へ山さん絶対やばいよね、席、私いっぱい喋った席出るんですよね今、やばそう、喋れないかもしれない。あ、煎じ柄、煎じ柄美味しい、これコンビニにも売ってます。ごめんごめんごめんよ。配信始まる前に薬飲んだのにな。申し訳ない、咳が出るときはあの止めてます。パちゃんについて番組にメール送ったけど名前書き忘れた、最悪。やらかしがち、やらかしがち、音を消したいんじゃなくて咳してる顔を見られたくないんですよ、だからシュッてして申し訳ない。ごめんよ。あとなんだろうな、本当に限界が来たら配信終わるから安心してください、今まだいけると思ってる。あ、武蔵ね、確かに武蔵、武蔵、あ、ガンス、ガンス、ガンスはあのぜひ揚げたてを食べてほしいですね。でお酒好きな方はお酒とかとなんか飲んだら美味しいってよく言うのでね、ファンの皆さんお酒は必須だよってよく言ってるから。ジュノラゴさんハートありがとう。え、でも定番だよ、初めて来るんですよ、初めて広島に来る方よ。平家物語大好き、え、それ大好き、この前広島未来バトンで食べた時にもう美味しくて、美味しくて美味しかったの、私それおすすめしようと思ってた、ずっと忘れてた。みんな平家物語食べたことある？超美味しいんですよ。なんで美味しいかなと思ったら、もみじまんじゅうを出してるお店が出してて、そりゃ美味しいわってなった。あんこも美味しいし、生地も美味しい、超美味しい。あんバターとか好きな人絶対好きだよ、超うまい。そうだね、ブルーライブは電車かバスですね。でも電車が一番分かりやすいかなね。初めて来るなら路面電車がいい気がしますね。で降りて Google マップを使ったらすぐ行けると思います。え、そう、くるくるしてる丸い、なんて言うんだよ、俵型のやつ。確かにね、お好み焼きいいね。いや初めてよ、みんな初めてやけんね、初の広島って方が今いたから。定番から攻めた方がいい。もみじまんじゅう、揚げもみじ、八朔大福、甘夏大福、
煎じがらは帰りの新幹線で食べるのありだと思います。あのコンビニで駅のセブンイレブンとかに普通におつまみコーナーとかで売ってる。お土産屋さんにもある。あと武蔵はお弁当、唐揚げが美味しいです。デカンスお好み焼きだよ。カヌレはね、あれ東京にも店舗があるからね、岡山にもあるからね。でもね、そう言ったら全部どこでも食べれるのかな、もしかして。え、難しいね広島ね、難しいわ。これまずド定番、ド定番がこれです。でそこからまた食べたら教えてください。また教えます。あ、宮島ね、そう宮島ぜひ行ってほしい。宮島行ったら握り店、あのチーズのベーコンチーズ美味しいです。一押しです。あ、ペッタラポッタラはアズミンの一押しです。私はまだ食べたことないけど、ペッタラポッタラ、ガンス、ガンス、ガンス。あ、フライケーキね、フライケーキ、クレに行ったらフライケーキ食べてください。観光できるのかな、どう、一般で行きます。当たってね、当たるといいな。わあ、そうなんよ、東京に建町カヌレあるんよね。汁なし担々麺、うん、え、宮島なんかさ、え、あれいっぱいさ、この前行ったら宮島にね、いっぱいドリンク屋さんができたんですよ。どこを歩いてもあるの。あのね、あちこちにレモンのドリンク、お酒入りとかお酒なしもあるし、なんかすごいあちこちにあったの。こんなあったっけってぐらいあったんです。びっくりした、あんなにあったっけ。 3,4 箇所はあったんだよね、おしゃれなドリンク屋さん。クロさん、回復薬ありがとう。そう、でも宮島もしかしたら今多いのかなね。この前さ G7 でね、テレビとかで見て行きたいなってなって、6月の頭の日曜日とかやったら多いのかな、ね、ぜひ行ってみてください。ワッフル、あ、確かに広島駅カルビあるね。でもあれ東京もある、東京駅のカルビープラスがあるね。東京って何でもあるんだね、すごいわ。魔が差していない公園に行こうとしてた。あー、あらあら。お好み焼きの具は何がおすすめ？尾道焼きの具が美味しかった。砂ずり美味しかったです。砂ずり入り、あ、そうだよ、そうじゃん。ねえねえみんな、6月4日の公演で広島に来る方はさ、6月2日から4日までね、広島ねお祭りやっとるんよ。やけんもしかしたら人とか多いかもしれん、駅とか路面とか灯火さんあるから、もし来る方は時間に余裕持った方がいいかもしれません。そうそうなの、
お祭りがある。去年ね、去年3年ぶりに復帰みたいな、復活、コロナ禍でやってなかったから広島に引っ越してきて初めてが去年だったんですよ。私去年やっと開催されて、でその日公演があったんよね。僕の太陽公演が確かあって、公演終わりで、で本当にもう終わる時間だったの。でもギリ間に合うかなみたいな、メンバーと話して、で急いで行ったんですけど、結局さ店が閉まっててお店が全部閉まってて何も買えなかった。ただ人混みに行っただけだった。めっちゃ人の数がすごくてやばかったです。人って感じ。あ、そうだそうだ、歩行者天国ができるらしいの、その日。そうね、ツイッターで流れてきた、歩行天、去年はそれなかったんよね。だからということは通り道がみんなもしかしたら通れないかもとかあるのかな。ひゃー大変だ。そうパルコの通り、パルコの通りのね、前ねパセとミホリンが行ったテールラーメンのお店、テールラーメンが美味しいねお店があるんだけど、その真横にあるのよ。そうだから気をつけて来る方、きっと人が多いや。夜公演とか帰る時ももしかしたら路面乗ったらさ、途中からすっごい乗り込んでくるかもね、駅行きのやつとか、わかんないけど。うん、そう最終日だから4日の公演の日は気をつけて。そうちゃん大事だね、そういう情報。よかった、教えてくれた方ありがとうございます。どうだろうね、うん、絶対激混みでしょうね。泊まろうかな、泊まるのありだね。ね、絶対混みますよね帰る時間帯。公演が終わるのとさ祭りが終わるの多分同じぐらいでしょ。ひょいひょい、だってねやっぱホテル高かった、わお、キャー、ひょい、うん確かに本通り八丁堀までにすっごい乗り込んでくるかもね。みんなが宇治名から路面乗ったとして、最初はあみんな同志だなみたいな、みんなマイキュー生誕祭だみたいな、なんかね、あマイキューさんのグッズだみたいなね、同じ気持ちで乗れるかもだけど、途中から祭り帰りの人たちが乗ってくるかも。いいね、かわいいね、みんな同じ電車とか乗るのか、気をつけて帰るんだよ。もう宇品から出ません、やばい、宇品の主になっちゃう住み着いちゃう宇品に、いやー5号線、あっちから行くやつ、あっち行くやつ確かに本当だね、2個あるんですよ。なんかあのね難しいよね、広島駅から行こうとしたらいろんな方面にあるよ。宇品行きのやつがまず2個あるでしょ、2種類あるんよ。だから本通りで降りたい人は間違えないように乗らんといけんのよね。で宮島行きもあるし、横川駅行きとか、なんかもうあちこちエヴァとか、なんかもう分からん、あちこちあるから気をつけてください。あ確かに江田島行ったら皆さん宇品からでも便ないから、
そう、本通り方面から行くやつと、だこう駅からこういうタイプで同じ場所にこう行くって感じだね。あ、そうなの？浴衣を着る祭りなの？そうなの？とうかさん、わあ、みんなダメだよ。メンバーとお見送りしたノリで知らない女の子にこうわーとか手振ったらえってなるからね。その辺なんかも歩いてる子とかに喋りかけたら、次の日広島中で不審者が出たとか言われたらもう大変だから、みんなちゃんと静かに帰るんよ。気をつけてね。ジロ君、レインボースターありがとう。わかった。お見送りでいっぱいバイバイしてください、メンバーに。お散歩クルーズ、何それ、お散歩クルーズかわいい名前。しんいちさん、リップありがとう。ペンライト振るの浴衣の女の子に、やばいね。 STU のファンってバレちゃう。こんばんは。デザイズハートさん、唇10個ありがとう。あー、声がやばすいません。咳タイムでした。ケオケオタイムでした。こんばんは、ただいま。うん、そろそろ終わるかもしれん。でもまだ喋りたい。10時まではしたいと思っている。10時までしようと。みかんさん、回復薬ありがとう。お話し会の受付のお姉さん、え、この前ね、どっかの連のお姉さんが可愛いって誰か言ってたよね。どの連だったんだろう。私も見たかった。私も受付のお姉さんオタオタしたかったな。よろしくみんな。6月4日、来れない方はまた今度よろしく。7月はお渡し会もあるから、渋谷と渋谷ツタヤさんと広島パルコさんであるので、タワレコか、間違った、タワーレコード広島店ありますので、ぜひ7月の1日と8日です。お願いします、お願いします。自動系餃子のお姉さんが可愛かった。もっと早く知りたかったな。終わっちゃったね、餃子フェス。あ、餃子で思い出しました。今日23ですよね。昨日かな、昨日オープンで、あの福岡のさ、有名な餃子屋さんのさ、あのみほりんがめっちゃおすすめしてた二の二ってあるじゃないですか。あれが広島にできたんですよ、昨日。ずっと行ってみたいと思ってて、だから6月4日公園とかでもう泊まるって人は餃子食べるのありじゃない？ダメ？そう、フェスもあるしね。お、渋谷君待ってます、よろしく。よかった、来てくれる人がいると思ったら安心だ。お、2冊の申し込んでくれたの、イエーイ、待ってる。え、今日ね、さっきね、あかりんさんのツイート見てね、え、ポセのファンの方ちゃんと来てくれるかなって思ったから嬉しい、ありがとうございます。消しゴムマジックの力見た？見た。最初分かんなかったけど、消しゴムマジックの使い方あれ絶対間違ってる。多分世界で一番無駄遣いの消しゴムマジックだ。平家物語、え、いくらするの？この前差し入れでもらったんですよ。で、めっちゃ美味しくてびっくりしたの。え、結構いいお菓子ですか？もしかして、もしかして、もしや、もしや、もしゃもしゃ、もやし、もやし、
こんばんは。わー、むしゃむしゃ。お渡し会の名前ひらがなだけ。え、そうなの？メンバーが書けないと思われてるの？漢字を。山崎さん、指ハートありがとう。え、お渡し会ひらがなだけ？じゃあ私はどうしようかな。渋谷行くに決まってんだ。結婚式出席って、やば。結婚式開催されるのか、渋谷伝えで。そうか。そうかそうか。平気物語コロンみたい。ああ、わかる。コロン懐かしい。パシャ擬音多い？嘘。多い？多かった？大木さんもひらがなとかたかな。あ、だからみんなそうだったのか。え、なんかさ、ツイッターとかで流れてくるじゃん、おすすめで。で、全部ひらがなだったから、あ、漢字って難しいよねって思ってたんですよ。そうだよねって、漢字難しいよねって思ったら、そういうルールだったんだ。そっか。カズノシンさん、ラブレターありがとう。1個150円。そうなの？平家物語？でも美味しいよ。アイスを2個我慢したら買えるよ。平家物語。あ、袋町にできたの？ニノに。え、どの辺だろう？気になる。なんか広島餃子屋さんいっぱいあるね。あのさ、広島のなんか龍だっけ？なんかそんな感じの名前の餃子屋さんあるよね。なんだあれ？なんか赤いやつ。あちこちにある。駅とかさ、本通りとかにもあるやつあるしさ、この前私が行った末広餃子もあるしさ、最近またなんかできたんや。え、最近できた、なんかね、美味しそうなお店見つけたんですよ。居酒屋みたいな、ニュー居酒屋みたいな、なんか何だったかな。それをね、ファンの方にこの前お話し会で教えたらね、ファンの方ももうチェック済みだった。さすがっす、さすがでございました。ね、パセリ餃子、パセリ餃子ね、そのお店に一時期あったんですよ。その龍だっけ、であって、でしかも広島の高校とのコラボみたいな商品だったんよね、確か2年ぐらい前に。で、買いに行こうと思っていろいろ調べたら、なんかもう買える場所がなかったんよね。今もあんのかな。なんかね、買おうと思って店舗のね、そう、本通りらへんにある店舗とかのメニュー調べたけどなくて、だから店舗に、特定の店舗に行かないと無理なのかなと思って、結局買えなかったから去年自分で作った。袋町ショートユアーズの前、ユアーズ本通りの、ほう、アンデルセンの近くってこと。広島で一番評価の高い餃子屋さん、え、どこ、どこなの。餃子、え、餃子でもさ、作るの結構大変だなと思った。郡屋雪帽子の190m 南。おー、分かりやすい、分かりやすいね、郡屋雪帽子で言ってくれるの。雪帽子の 190m 南だそうです、皆さん。じゃあみんなの歩幅で言ったらどんぐらいかな、何歩でつくかな、数えてみてくださいね。こんばんは。雪帽子行きたいね。今はなんだっけ、ブルーベリーなんとかみたいなやつじゃなかったっけ。雪帽子、トクトク帽子、トクトク帽子、
そろそろセミが鳴く？まだ鳴かない？7月？いつから鳴くのセミって。まだ。確かに餃子食べてアイスでさっぱりってのもありだね。3連続かぶってくさ、やばいじゃん。本当はかぶってる。雪帽子まだか。お、雪帽子31日雪予定。お、公園の日多そうだな。多そうだ。だって工藤理子の行きつけじゃないですか。マイカー公園の日ってことは工藤理子ちゃんのファンの方も行くから多そうだな。でもさ、普段入りにくいよって方もそういう日だったら行きやすかったりする。もしかして広島のセミの声大きい？そう？え、広島に来てセミの声あんまり聞いてない気がする。なんかね、長崎にいた頃とかはね、もっとね大合唱だった気がしたんだけどね。こっち来て、あ、全然声聞こえないな、やっぱ都会やなと思ったよ。あれ、雪帽子大丈夫だよ、安心して。雪帽子に行きたいけど緊張しちゃうよって方は安心してほしい情報を一個言うんですが、食券です。だから入って食券で買って店員さんにお願いしますって言ったらもう席に着いて OK、 終わり終わりよ。お金を払うとか何人ですかとか、ね、果たしてもう座って食べる、もうすぐ来る、大丈夫だよ、怖くないよ。え、うさぎ屋サロン行ってみたいところだ。藤倉の近くにあるんだあれ。え、あそこおしゃれですよね。私そこ緊張してさ雪帽子大丈夫だよとか言ってたんだけどさ、あのうさぎ屋サロンのかき氷行きたいけど緊張するんだよね。あと宮島にあるさ、なんか独特なメニューのやつあるじゃん、かき氷屋さん、あそこも行ってみたいんですよね。多分ひなさんが行ってた気がする。最近7月15日5時間目とある場所からお送りします。え、どこですか、気になる。7月15日、ユギリンさんの誕生日だ、柏木由紀さんのバースデーだね。食券、え、食券っていいよね。でもさ、食券のいいところはそうやってあの人と話すのが苦手でも入りやすいってところだけど、食券の難しいところは食券を買った後にどこに置いたらいいか分かんないみたいな、店員さんに渡すのか席に置くのかみたいな、そこでちょっとなんかこう汗汗ってするのと、あとはなんだろうね、食券、あ、メニューをすぐ選ばんといけんこと、入ってすぐに選ばんといけんから、後ろに人が来たらあ、すいませんって汗汗ってなるかな。入りやすい、今度行ってみる、また行ったら教えるね、楽しみ。え、行ってみたかったんよそこ、誰か誘おうかな、誰、かき氷、かき氷って言ったらやっぱりリコちゃん、でもリコちゃん行ってたんですよねこの前、そこ連れてってもらおうかな。雪帽子は店員さんに渡してる、いつもお願いしますって言ってこうやってお利口に座っといたら来るからね。で、雪帽子はあの食べ方のルールが書いてあって、写真を撮るのほどほどにみたいなルールがあるんよ、溶けちゃうから。で、一緒にさ来てる人がいるじゃん、だからなんかそういう時ってさ待っちゃうじゃないですか、相手が来るまで。自分のメニューが先に来たらちょっと待っちゃうけど、雪帽子にはあのお連れ様を待たずに食べてくださいっていう注意書きがあるんですよ。だからなんかそういうなんか上下関係とかでやばいどうしようってなってももう食べれる、
安心して食べれますよ。クーラーさんタコありがとう。そうでアイスが溶けて水液体になってもストローが置いてあるから飲めるっていうね。私は飲むの苦手だから溶ける前に食べようって頑張る。やっぱいいよね冷たいもの。しんいちさんハートギフトありがとう。へえ、ボンクラ？ボンクラって名前なの？お店？わあ。うさぎ屋サロンは月曜火曜が休み。え、めっちゃ詳しいですね。わかりました。じゃあ今日は休みだったのか。明日は行ったよな。でも明日行けないや。また今度行こう。早めに行かないと混みますよね夏は。うんうんうん。咳我慢したら変な咳が出た。しんいちさんアイスありがとう。ちょっとケホケホタイム行ってきていいですか。申し訳ない、すいません、ごめんなさい。東京秘密堂さん、え、なんか聞いたことあるかもしれん。なんかさ、東京のかき氷奈々さんとかがよく食べてます。西野美希さんとか。わあ、もう10時だ、終わろう。声がやばいので終わろう。ケロケロタイム。ケロケロタイムだったの。私ケロッピだったかな。大阪のひろしさんレインボースターありがとう。じゃあまたかき氷情報を教えてください。パセも行ってみよう。わーい、今日はみんなに広島のものを教えたら代わりに美味しいお店を教えてもらえてハッピーです。ありがとうございます。ではでは、ありがとうございました。今日も付き合ってくれてありがとう。大阪のひろしさんお断りです。ノー。では行きます。13位陣内さん、12位ジュノラゴさん、11位ジロくん、10位カズノーシンさん、9位みかんさん、8位ふくちゃん、7位カメさん、6位ワウワウさん、5位ユサナコさん、4位山猫坊主さん、3位やすべえさん、2位ゆうたくん、1位山崎さん、ありがとうございます。パパパパーパドゥ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 ン、バイバーイ。みんなおやすみ、一日お疲れ様です。ドゥ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 ン、バイバーイ。